じいやじで演説も聞き取れないほどでしたが、浅沼委員長は落ち着いて演説を続けました。その時17歳の右翼少年飛び出し、浅沼委員長を突き刺しました。浅沼委員長の傷は重く、近くの病院に運ばれましたが、ついに亡くなりました。